新歌舞伎座公演の方はですね、もちろん初座長を務められた民謡出身の福田光平先輩、そして民謡の先生でもあります成瀬翔平さん、この度尊敬する大大大先輩三橋道也さんを演じる初座長公演が話題。福田光平さんです。おはようございます。おはようございます。三橋道也さんのお話をまずお芝居でおやりになる。そうです、はい、はい、お世話になります。三橋道也物語ですね。物語で三橋さんは、まあ、北海道のご出身で、はい、自分の息子、お前やってみる気はあるのか、どうするんだっていう電話を一本入れました、ええ、ところ僕やってみる。あ、そうですか。いや、その前に妖怪ウォッチで騙したんです。まあ、もうそれ凍ってあげるかね。そうですか。でもやっぱりね、ご長男ですね、さすがにやってみるって。いや、親子初共演になります。初共演になりますね。そうですか、はい。でナレーションをこれ大月みやこさんがやるんですって。大月みやこさんが、お受けくださりましてね。そうなんですか。もう歴史がやっぱりこう、はい、深いなと思いましたのが、あの三橋先生の講演の、はい、その前座といいますか、もう一緒に歩いたその月日がすごくやっぱり長いっていう。あ、そうです。共にキングレコードでしたね。はい、そうです、でこの第一部、はい、歌こそ我が命、三橋道也物語のお芝居の中にも歌は入りますか。はい、入ります。そうですか。三橋先生のもう名曲をこういろいろな歴史とともに歌い、はい、わあ、いいですね、はい、そうですか。でバックに流れておりました達者でな、 ね、大ヒットの最中、東京の日劇でね、はい、もう今ないんですよ。ないですね、ないですよ。大きな劇場でね、はい、三橋道也ショーで僕観客席見に行ったんですよ、はい、玉置浩さんが司会しておりましてね、1週間のご無沙汰でございましたとのこと言いながら、皆さんがね達者でのを紹介するんですよ。あれ二重賞になる部分あるでしょ。はい、そうです。どうやるんだろうと、舞台では生ですからね、見てましたらいよいよその部分に差し掛かった、はい、これ福田さん新歌舞伎座でも歌いますか。ああ、達者でなもう歌いますか。歌わせていただきます。二重賞の部分をね、そう、どうされるんですか。私が見た時は ね、三橋さんの声に合わせてテナーサックスがね、はい、二重賞の部分を飛ぶんですよ。で、あの風邪ひくなというところにピタッと合うんですが、福田さんどうします、あの二重賞の部分。いやー、どうするんでしょうね。と本人がどうするんでしょうね。どうするんでしょう、ね、福田さんの声を重ねるんですかね。録音で、ね、録音で重ねるものか、それともあえて観客の皆さんに歌いやすい方を巻き込んでっていうのもいいのかなと思って。オーラオーラ達者でなって、福田さんの歌に声に合わせてお客様にも歌っていただく、参加していただくっていう。するとこれね、二重賞やなしに三重賞くらいになりそう。三重賞、四重賞、五重賞になりそうですね、皆さんでね。それも楽しい企画ですね、はい。でも今のところはどうなるかは決まってないんですね。そうですね。今コンサートでも歌わせてもらうんですけども、はいはい、やっぱり三橋さんの歌を聞いてもうずっとこう育ってきた皆さんは、はい、その声の出る方はね、高い方をね歌ってくれるんです。高い方取りますか。はい、で低い方は あの懐かしさとともにこう、はい、ちょっと口ずさむっていうような感じなんですけども、はいはい、そうですか。声をどうしてもその歌を歌ったメロディーを聞いたことによって歌いたいっていう人はそんな、はい、こっちの方を出してくれるんです。特に男性。そうですか、はい、歌自慢の皆さんが ね、 そうですね。舞台と客席が一体になって楽しいひとときが生まれますよ ね、 ね。これは、はい、ぜひ実現させていただきたいと思います。楽しそうですね。で第2部は光平夏の歌祭りで、はい、これは南部セミシグレ、峠越えも歌いになりますね、はい、その他に北島さんの歌もお歌いになります。まあ、もう本当にもう名曲を、はい、やっぱりその名曲を自分がこうどう表現できるかっていうところを、はい、はい、あの聞いていただいて。あ、そうですか。
でこのコーナー第2部は、はい、成瀬翔平さんとか、はい、山本美由紀さん、森好美さん、こういった人々もゲスト出演するわけです、はい、でその新歌舞伎座、はい、7月10日から31日まで続きますんですが、はいです、はい、宮さんのヒットソングの数々、はい、哀愁列車も古城も女船頭歌も夕焼けトンビも、うん、赤い夕日のふるさともどんどん歌いになります、はい、で民謡も入りますか。民謡も歌わせてもらいます。そうです、はい、津軽ジョンガラ節とか津軽ジョンガラ節、そうですか、はい、そういったものも楽しみですね、南部牛追い歌も入りますか。あ、牛追い歌も、はい、ね、こっちがこっちが無理に押し付けて、浜村さんいっぱいリクエストいっぱい言うてますよね。どうしても自分はあの農家の出身ですので、その農家って言ってもあの田んぼあるいは牛、ええをこう飼ってますので、はい、話が結局戻っちゃうんですけども、東北なんかでもそうなんですけど、あの馬を飼っていた人たちなんかは、はいはい、達者で名を聞くと、いやそのすごい泣くんですよ。泣きますよ。飼ってなく、飼ってなくても泣けますよ、あれは。本当にね、はい、もうそういったなんかこうほろっとするものがやっぱりこう身に染みてわかるもんですから、はい、やっぱりこう歌の中にもその歌詞なんかを皆さんにもう噛み締めてもらえるように、はいはい、感情を込めて、はい、俺が泣くときはお前も泣いて共に走った月の道、ね、今日は売られて町へ行く、いいですね、歌詞がまず染みます ね、はい、これをまた福田さんがね、はい、心を込めてお歌いになる、はい、坊やきよんちゃん、はい、9歳も登場いたしますので、ね、お父ちゃんにも応援欲しいが、特にきよんちゃんにはね大きな声援を送ってあげてほしいと思います。そうですね、はい、福田こうへい特別公演、はい、大阪新歌舞伎座で7月の10日が初日で、はい、そうです、31日まで続きます。民謡の先生でもあります成瀬翔平さん、そして民謡出身の森好美なんですが、あの民謡はもう私あまり歌ったことがないと言ってたんですけども、今回のですね、新歌舞伎座での1ヶ月公演ではですね、あの本当に民謡も初挑戦ということで、もう好美ちゃん教えてねって、もう先輩とかそういうの気にしないで、もう民謡は本当にもう全然わからないから教えてねっていう風にあの言ってくださって、一緒にもう夜遅くまで民謡の練習もさせてもらったりとね、本当になんか青春を過ごさせてもらったような大好きな先輩です。山本美由紀さんで萩の月。山本美由紀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりです。ご無沙汰しております。番組に来ていただくのはご無沙汰ですけども、はい、そうですね、お仕事ではね、はい、なんかお二人なんか楽しいところに行かれたんですって。そうですね、行ってきましたね。年末、昨年の年末だったんですけれども、はいはい、台湾の方にお仕事で海外していただいて、はいはい、でちょっと時間があったんで、あったんですか、またみゆきさんが本当に細かく台湾 の観光のところとか、台湾の屋さんとか調べてくださって、はい、その時は本当にありがとうございました。何おっしゃいます、本当楽しかったね、旅行みたいな感じでちょっと聞いたんです。お仕事で行かれたんですが、そうなんですよ。でもほとんどみゆきちゃんがそれ食べるとことかコーディネート詳しい。違うんですよ、たまたまなんですけど、うんうんうん、ちょっと前後で、うん、お仕事のちょっとスケジュール確認したら、うん、1日前に、はい、1日早く、はい、行けるということが分かったので、はい、私少し夏美ちゃんより早く、はい、早く入って台湾の方に行ってたので、はい、その1日の間にいろいろと調べて、はい、調べて、で現地でお迎えみたいな。そうなんです。フットワークが軽くていらっしゃるので楽しかったです。今度じゃぜひ、もうぜひ行きたいです。プライベートで、あ、じゃあ毎日1日前に入っておいてもらいます。うん、今度も、一緒に行きましょうよ、3人で、ね、一緒に行くときは一緒ですよね。行くときはプライベートだと一緒に行かないとね。プライベートはじゃあ3人で、ぜひぜひ。じゃマッサージなんかもすごい気持ちよくって、すごいすごい当たりを探すのがすごく上手。当たりというか、もう多分ね、どこのマッサージの店に入っても、うんうん、本当気持ちいいと思います。そうですか。台湾のマッサージってやっぱ有名で、その中でもやっぱりみゆきさんの嗅覚がやっぱりセレクトですよね。素敵みたいな。いやでもね、また今度じゃあぜひぜひ、本当に
まあ、仕事でねまた行けたらすごく嬉しいんですけど、うん、遊びで遊びでも、ね、今ちょうどこう旅行に行ってる方もいらっしゃると思いますし、ね、まあ、これからちょっとね、ゴールデンウィーク休めなかったらもしかしたらね、この後、はい、ね、まあ、そんなみゆきさんなんですけども、はい、新曲が発売になって今1ヶ月ほど経ちましたが、はい、しっとりとした、ね、素晴らしいいい歌ですよ ね。ありがとうございます。タイトルは、タイトルは萩の月という山口県の萩市が舞台の、はいはい、仙台の有名なお土産の萩の月はよく皆さんよく言われるんですが、仙台ではなくて山口県の萩市が舞台なんですよ。で、私デビューさせていただいて、はい、6月で12年目になるんですね。はい、でデビューさせていただいた当時はしっとりと切ない作品を、ね、はい、ずっといただいてたんですが、うん、割と後半の方は力強く生きる女性の歌とか、うん、幸せんかをいただいてましたので、はい、うん、今回いただいた萩の月のような、しっとりと切ない女心歌うのは実は久しぶりなんですよ。そうなんですね、はい、なんかぴったり、もうみゆきちゃんの世界観にぴったりっていう感じだから、そう言われればそうでしたよね。ちょっと幸せな感じとかもあったけれども、っていうことはやっぱりなんかどうですか、今回は限定回帰というか、そう、私らしさが出せるわとか。そうですね、今この年齢で、はい、30代後半になって、うん、この萩の月をいただいてよかったなって思いますね、うん、好きな人がいるんですけれども、歌詞の中にお母さんっていう言葉が出てくるんですけれども、まあ、大事なお母さんを置いて、好きな人のところには追いかけ、いけないっていう、まあ、そういう歌詞なんですけど、なんか20代の頃にこの歌をいただいてたら、ちょっと分かりにくかった部分があるのかなと思うんですけれども、まあ、好きな人はいるんだけれども大切なもののためにこう諦めるっていう、そう、いろいろなやっぱりこう大人の女性の歌だなって思うと、確かにそれは経験があってこそ分かる心情だったりもしますよね。今この年齢でね、いただいて本当に良かったなと思ってます。何かその恋だけではない思いやるとか、家族への温かみみたいなものも感じさせる、なんか奥行きのある作品ですね。ありがとうございます。そうなんですよ、切なさと、そして、まあ、女性の強い覚悟ですね。覚悟ね、はい、強さを感じていただける作品となりました。はい、そしてまたなんか艶やかな、この女性像が浮かび上がるようなそんな歌ですからね、ぜひ皆さんにも、応援していただいて、また歌っていただきたいと思います。今日も素敵な一日を過ごしてください。森好みでした。